信じられないぐらい早起き。多分もしかしたら3時起きかもしれない。どっちなんだろう、どこに集合にかによって大きく変わってくる。ああ私さ、まだブログかけてないんですよ。そういえば過去人生方向おじさんレインボースターありがとう。3時は昨日私が寝ついた時間です。ああもう3時起きって、そうだよ、なんかもうそういう寮に出るんだよきっと。もう3時はもう私が昨日寝ついた時間ですよ。それをなんと、人生方向おじさんレインボースターありがとう、にゃんと、おにゃんと。明日は3時に起きるか。もうずっと起きてるしか、ほんとだからちょっとこの配信をしながらブログを書いてお風呂のお掃除をしてお風呂に入ります。この配信をしながらもうお風呂に入ります。いくぴょんぴょんファイトありがとう。カピバラミキア君かわいい、ありがとう。そう、早すぎるでしょねえ。工藤頑張る、みんなも応援して、いっぱい。今日はじゃあ私氷や雪帽子に行ったので、 Oh my god 今日は氷や雪帽子に行ったので、その時これそのブログを書こうかな。なんか体操服グラビアとか言ってたけど、今からブログ書いていきますね。寒いのにかき氷、そう、それですっごい体調を崩してさっきまで寝てた。いやほんと10時半までに寝ないとね、5時間は睡眠したいよね。ではこんばんは、リコチまとめ30日目です。かき氷美味しかった、美味しいですよ皆さん。 Take care, thank you. I can know you. 朝早いから早く寝る。寝不足はお肌の大敵よ、間違いないわ。それな、メンバースタッフさんとかももっと大変だよね。これ何書いていく、ブログをみんな許してね。指がうざい人許してね。マネージャー、そうだよ、マネージャーさんにもしみんながなってたらもう今頃3時起きだったんだよ。
ね、寝不足になってさ頭回んないとかになったら嫌だからね。本当できることなら22時までには寝たい。てかもう20時に寝ないとさ、必要な睡眠時間摂取できないでしょ。では had better sleep early. Yeah. I need to. But I have many stuffs that I have to do. あ、ごめんなさい。急にベロが出てきちゃった。すいません。ね。20時ってもうあと30分切ってるやん。今は、画像4枚目ぐらいまで来てます。ドキッとした。天ぷら食べたーい。12時間超えで眠くなるとして、明日の15時が割とやばい。あのね、明日お家に帰ってこれるの分かんない。多分22時とか1時とか21時22時
置きの二重に帰宅はシンプルかろうな、ね、長時間お役目そうお勤め。でも私はね好きなことできてるからね大丈夫よ。デスクさこうやってカチャカチャする3時起きの22時帰宅は嫌やけど嫌やけど私好きなことねできるから嬉しいよ。ドルマーメイドでした嘘正統派正統派ですよ。ね、今日もブログ一区切り。明日はきっと更新してないけど12月も積極的に更新していきたいです。ごめんなさい、アホが出た。リコちゃんはどんな柿好きですか？リコちゃんは固めの柿がちっちゃい頃好きだったんですけど、柔らかい柿の方が美味しいっていうことに気がつき、柔らかい柿が好きです。毎日リコチのブログが読めて楽しい、嬉しい。そう言ってもらえるのがすごい嬉しくて、そうありがとう、えらい、やったー、ありがとう。足切り、15分、6日連続配信してる。ぼやっきーさん、かわいい、ありがとに。
メロンパン上海とありがとに、あ、マイカーとチャートリー公演ジュエットも特選した、おめでとう。ただ今の後はガラガラジンジンガラガラジガラガラジ、ホリちゃんかわいい、ありがとう。メロンパンさんハートありがとうね。無料さ、無料でブログ読めるようになったら嬉しいですよね。明日から12月なのリコチのモバメ撮ってみてよ、撮ってみてよ、にゃん。ずっと何見てるんだろうって思っていたが、普通にそうブログ書いてる。そうなの、ごめんね、ごめんね、頑張ってカキ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 して、じゃあ撮る、嬉しい。私毎日メール7つぐらい送ってます。皆さんのメールボックスいっぱいにさせてみせる自信があります。 Reading your blog for free? Yeah, I hope I wish my blog could be read for free for all over the world, all over theFor the people all over the world. But it's difficult. Definitely, 今月は本当7つも送ってるんだ。ブログ無料の日とか確かにいいね。メール多いみたいな、取るのはやめときます。あら、そう、さよならあー、小西俊介さんブログ見てます、江田島愛花、嬉しい小西俊さん、勝手に私小西俊さんって呼んでるんですよ。小西俊介さん、お疲れ様です。あの、小西俊介さんは江田島市役所、江田島市役所長、ん、江田島市市役所長の小西さんです。江田島の人です、偉い人ですお世話になりました。皆さんご挨拶してください。 IKKO さん結婚して、メール取ってくれない人とは結婚しないよ。私の
私の旦那さんは私のメールを100端末で取ってくれるような人じゃないとダメだよ。グラビアのシークレットショット、お楽しみ。あ、ごめんなさい。ちょっと市役所長さんはごめんなさい、別の人でした。板島市役所の広報担当です。ごめんなさい、めちゃめちゃ持っちゃった。ごめんなさい、時期かもしれない。今言ったのは私、未来人、未来から来たことがバレちゃう。はい、ごめんなさい、市長ではない。ごめんなさい、ごめんなさい、嘘教えちゃった、ごめんなさい。ごめんなさい。100端末にしてメール取ります、よろしい。めっちゃごめんなさい。でもすごい お世話になりましなったお方で、私たちの笑顔の源の方ですよ皆さん。未来江田島一家のブログ読んでくださってありがとうございます。今もブログを書いています。今日が毎日ブログ更新の最終日でした。イエーイ。お仕事の、お仕事関係の方なのにめっちゃラフな感じ、イエーイとか言っちゃった。失礼いたしました。こっちの中ではなんか偉い人なんかな、会う人みんななんか偉い人ですよ、みんななんか偉いんですよ、すごい人たちばっかですよ。リコチがお世話になりありがとうございました。そうです、ありがとうございました。面白い、まさか本当にいらっしゃると。今日はかき氷に行ったのでそのブログを書いております。そして明日は3時半起床、頑張ります。やばいね、普通に3時半起床ってやばい。私が昨日だって寝ついたの何時、3時3分だよ。27分睡眠おつ、私は今日は0時までには絶対いや0時に布団入ったんだけどね、昨日こんな感じに3時間ずっと寝れてないんですよ。私かわいそうでしょ、27分仮眠ずっと3時間綺麗に寝れてないんです。0時にお布団入ったんですよ、だってベッドタイムは0時03分、ほらからずっと3時間もだい続けて眠れってなりながら、でやっと3時になって寝つけて、こうやって深くなって暖かくなって、スマホいじってないよって上がって、でアランブルーが鳴って起きました。カズさんファイト、ありがとう。私ね、寝るときスマホねベッドにね置かないタイプかもしれない、置いてるけど触んない、置いてるわ、置かないタイプとか言ったけど普通に嘘ついて。気持ちわかる、仲間いてよかった。こういう寝れないさ悩みってさ結構さ分かってくれないっていうかさ、自分の悩みだからさ難しいじゃん。足が折れたとかだったらかわいそうってなるけど、寝れてない、あそうなんだみたいな、わかんないじゃん痛み。ね、気持ち分かりますって言ってもらえるだけで救われるよ。かわいそう私。眠れない苦しみ分かります。え、待って、同じ人が2人目嬉しい。え、苦しいよね本当に。私1時間まずこうやってってしてんの、まずは寝ようみたいな、で1時間
1時間経ったかなって時に確認するんです、時計を。まあ1時間経っちゃった、まあまだ1時間まだ1時間で、また頭空っぽにそうするために大の字になって、呼吸、自分の呼吸しか意識しないように、もう大の字、もう略、脱落、脱落、脱力です。脱落は役がやばいな脱力するんです。眠れませんで、2時になりました。そう、寝れん時1回起きて何かした方が正解。そう、それで私眠りのプロに1回眠れないっていうことを相談したことがあったんですね。そしたら気分転換にお部屋の掃除をしたりなんかするのがいいよみたいな言われたから、だからそのアドバイスの通り、もう寝るの一旦諦めて気分転換しようって、でそれで30分間ぐらいお部屋の掃除して、お部屋の中を徘徊してたんですよお部屋の中を、ブログの執筆進んでないお部屋の中を徘徊して、全然そんな徘徊できるような広いお家じゃないですよ私。ここもただただ徘徊、フラフラこうやって徘徊してそう、怖いでしょ、怖いでしょ、両親さんレインボースターありがとう。そうで、まあ部屋もすごい綺麗になって片付いて、吹き笑いがなさい、いや間違い、さらっと眠りのプロって言ったけど誰とね、ロケで、そうお世話になって、多分瀬戸チャレ、瀬戸チャレで放送される、来週の再来週ぐらいですかね、楽しみにしててください。無遊病無理、ジャンビー、ジャンビーみたいな、怖そう、え笑い方で元気で、私もさもう今日めちゃめちゃ笑ってさ今日もうあの収録お役目めちゃめちゃ笑ったんです。ハンガーダンさん、猫ちゃん Thank youThank you。 そうね、お部屋もすごい片付いたし、そう気分転換にもなって、よしじゃあもう一回寝てみようみたいな、でなんかちょっとお水ジャスミンティーを飲んで、よし寝よう、カフェイン入ってないですよ私のジャスミンティー、うん、寝て、でまあ30分したら眠れて3時に寝ついたみたいです。やっぱ眠るの、あ一旦諦めてなんか別のことしたら眠れると思う。布団からもう出るんです。めちゃめちゃ部屋片付けましたよ私、ベッドメイキングを1ヶ月ぶりにしたと思う。布団がぐっちゃぐちゃの中で寝てたんですよ私そう、ね、眠れない悩みを抱えてる仲間がここにいるのかと思うと嬉しい。あお風呂のあと1時間くらいは眠れないんだ。コインさんハートありがとう。あと私体冷やした、足冷やした方が眠れるから、足を布団の外に出したりしてます。私あんま冷え性じゃないんですよ、普通に霜焼けとかできよったけどちっちゃい頃、今はあんま冷え性じゃないんですよ。なんなら暑くなった方が眠れなくって、でも諸説はあるみたいです、足の裏を冷やすと眠りやすくなるみたいな。あと、あ、首の裏に冷えピタを貼って、ね、寝たりする日もあります。ほんと眠れない時、やっぱさ眠れない人いるよね。私結構かなりの悩み、うん、いつもよりね早く起きようとすると寝つけんよね。めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃめちゃわかる。アイドルが霜焼けできません、すみませんそう部屋掃除した。ロッコインさんハートありがとう、ヒデキンガーさんかわいいありがとう、
団出すよね。眠れない眠れない。あー絶望だね。窓の外が明るくなってきた時の絶望感ほんと半端ないよね。辛いよね。眠れないってさ、血が出るわけじゃないからさ、わかん、なんか共感してもらえない悩みじゃん、ね、ホットミルク飲むと眠れる。あー私の冷蔵庫腐った牛乳、賞味期限切れ1ヶ月ぐらいの牛乳、まだ捨ててない牛乳があるわ。あーじゃあ今日はそれを温めようかな。カピバラミキヤくん、バラありがとう。 Hope you're going to sleep deeply well. Thank you. You're so sweet. Sweet. 若いうちはなんとかなるか。そうだよね、私は若いわ。若いわ、まだ20歳。そうなの、左右の、あ、私もよくある、やる、足の親指とこうやってよく やってる、無意識のうちに、なんか親指と親指をこうやってやってたりする。気持ち悪い私。いや本当に1ヶ月いくらぐらいあれしてんのかな、見に行ってみよう。ちなみになんかちょっと卵もあって、もうアウトです。アウトです。11月の2日とかです。アウトよ。どうした？1ヶ月家開けちゃったんか私。アウトよ。生活感見られた。本当にチーズになっとる本当に。期限切れのやつ全部捨てろ。あとなんか飲みかけのストレートティーみたいなのもあります。ペットボトル口つけてる、固形になってるでしょ。もう早く捨てなきゃ。今日明日ゴミ出しできるようにします。ヨーグルトになるやん、まあ、こんな雑談を踏まえてまた執筆。執筆。ゴミ出しの日、あ、よかったね。執筆。ねえねえ、世は満足じゃのさ、世ってさどういう字書く？余白の世？与えるの世？人気ブロガー、あ、余白の世、ありがとう、賢いねみんな。え、世界のせい？やばい、意見が割れよる。夜？やばい、意見が割れてる。やばい、意見が、どっちを信じたらいいんだ。間違えた、よまたはよ、お、あ、余るの方、やっぱみささんの声真似できるようになりたい。執筆。おー余る、チンでもか、あ、チンいいね。チンは満足じゃんにしよう。でもチンって男の人が使うイメージ、なぜか知らないけど。なんで
なんでかな。チン、チンって誰が使うん。国家なり、やっぱほら帝王や天皇、自分に指して、ほらやっぱ世の方がいい。世は満足じゃ、そう。チンは満足じゃより、チンはやっぱ王様だよね。世の方がいいよね。チンは帝王の自称、世は誰が使うん。てかさ、日本語ってさ、こういうの多くない？僕、私、私、俺、オイラ、チン、よ。僕太郎、拙者それがし、我、わし、はにゃ、あたい、英語だったら I。 わらわもあったか。一人称問題やばい。あ、お殿様がよう使うの。 Your princess not a king。 わがはい Me、 I my me だけだよ。 I my me の3つだよ言うて、 I だけじゃんね。やばいでしょ。わらわ、そうだよ。わちきもあるか。本館やばい。あたす、小生やばい。小生使ってる人結構好きかもしれん。それだしとかを。足やばいね。いや、おもろい。わてか、あて、召喚、召喚ってある？召喚、え、そうだよね、アニメの君の名はね、そうだよね。俺は誰みたいな、俺みたいな、俺って、みども、私、私めって呼ぶ人めっちゃ好き。あの、私くしめってあの呼びます、自分のこと。出会ったことないな、私めって呼ぶ人に。私めですか。小生、自分のこと小生って呼ぼうかな。工藤は新作のポケモン四天王の人、小生使ってる、やば、癖強っ。わし、き、キザル、ピャーにだるがらみするわてっていうメール来たことあった。わい、わいもやるね。わい、拙者、マロ、自分のことわてって呼んでた、っていうかピャーって呼んでた。ごめん、急に顔が動いてきた。
われ、わら、わら。あなた。確かに関係性を表せる。東アジアならでは。そうなの？韓国とかどうなんですかね。あり時計の夢を書き集め、探し物を探しに行こうよ。ワンピース。すいません。癖が強いんじゃん。癖強い。はい。ポケットのコイン握りしめて。わかんない。We go, we are か。一話で終了する。つらい。私が歌ってたら一話で終了しちゃう。スケモンさんバラありがとう。ワンピース。ワンピース。まつげの見せ方チンよケイ、中国由来なんだ。 You wanna be my friend。 これも歌詞に我々はね、宇宙人もさ、そんな喋り方なんて。最後のまとめってどうしたらいい？ストシンさん、ハートありがとう。お願い、まつげ4本だけください。パーン怖クラコンもクドコンになっちゃえ。今日実はクラコンだったんです。収録クラコンの収録だったんです。クドコンになってないか不安ですそんなことないよ、そんなことない。ただなんか私が癖強すぎるんだって、なんかやることなすこと。でもめっちゃ面白いです。
今回めっちゃ私笑いました、来月、うん、予告ドッキリさあお楽しみ、もうね、でもこれとこれは絶対オンエアしてほしいっていうのある、絶対使われますようにっていうのある、かけた、ブログかけたかも。クラコンってどの程度カットされるのか気になる。1日20ネタぐらいやってるよ、うん、わかんない、明日3時半起き。みんな私のお墓ほっといて。みんな、あ、リコチここだよ。リコチ、私はもうバタン休します。明日3時半に起きます。死んじゃもうね、24時間テレビのあのマラソンの気分かもしれない私。僕、みんなお墓だよって。お墓。もうこれ、豆腐屋さんの。マネージャーさんが私のお家までタクシー来てくれる。めっちゃ優しい。浅いすぎるやろ。
いね、とりあえず。もう寝ないと。よし、では今からブログをマネージャーさんに提出してくださいます。マネージャーさん2時半起き、ん？リコチタワー来た？ん？えぇー！ノリミオさん！頑張ったわタワー？ありがとう！ノリミオさんありがとう。えぇー！ありがとう！嬉しいんだけど！え？いやちょっと結構かなり元気出るよ、そういう励ましって。ありがとうね！ありがとう、いやありがとうだわ、本当にめちゃめちゃ感謝だよ。のりみょうさん、明日私が生きてたら、多分ね、生きてたらタワーのお礼します。多分もう遺言とかになっちゃうから本当に、うん、ありがとうのりみょうさん、生きてたらお礼する、つまりは生きないと。よし、頑張って、頑張りますから私。でもマジで頑張ったわ今月、ありがとう。そうだね、頑張った、生きててくれ、はい。生きてたら、本当生きてないと本当お礼するために行きますね、私明日は本当。あ、ありがとう、嬉しい。ちょっと今ブログ頑張って出してるからちょっと待ってね。いやめっちゃ元気出るわ、本当ありがとう。お店の写真、かき氷の写真、中掘った写真、外外観の写真、お店の写真、かき氷の写真、中掘った写真、外観の写真。イエーイ、今日のお仕事終了です。イエーイ、おさとちゃれさんツイートしてます？なんだろう、あ、バレてる、そうなんです、ちょっとリツイートしました。セトチャレなんです、そう明日はセトチャレでーす、わーチコリンコで、チコリンコです、チコリンコ、ついに2年ぶりぐらいに一緒にロケだ、チコリンコ。早起き多いと規則正しい生活になるから少しはいいのでは。え、早起きすぎるやろ。早起きって私の中では6時だよ。ん、
半って深夜だよ。なんだかた早起きってなんだかた。つのさんバラありがとう。ありがとうね。お楽しみに。みんなお楽しみに。瀬戸チャレ何するかお楽しみに。カピバラミキヤくん千万両ありがとう。っていうか私毎日頑張って早起きしてるし、今日だって7時に起きたし、頭狂っちゃう。新聞配達でもするのかな。めっちゃ面白いじゃん。外が明るい時に起きれたら早起きよ。そうよね。ありがとう、優しいね。ちゅうことで、あ、気温に猫ちゃんありがとう。え、お楽しみに。おば、かなこさん、レインボースターありがとう。え、お楽しみに。え、新聞配達でもするんか。めっちゃ面白い。風呂の準備しなきゃ。そうだね。よし、じゃあお風呂溜めるか。3分間待ってやる。いやー、珍しいテレビの女子アナウンサーさんの気持ちが分かる。私さ、いや、もう頑張ろうね。みんな本当に明日のキーワードは息で変えること。頑張るわ。お風呂溜めてこよう。部屋がめちゃめちゃ広いお家に住んでのりこちみたいなやり方。めちゃめちゃ走ってるやつ。 You're living in the big house low. めっちゃ面白い。すぐそこなのにめっちゃ面白い。ちゃんと戦したドタドタ。そうやってみた。息上がってるふりみたいな。面白い。っていうかね、私生活リズムさ狂ってないから。私生活リズムめちゃめちゃ整ってるから。メールにもいつも書いているように。さすがタワマン住まい。面白い。リコちゃんの家は狭いですよ。面白い。やっぱタワマンにね、いつか住めるよ。そろそろもう寝る準備しないとですね。22時半ぐらいまでには寝れるようにしたいので、皆さんおやすみなさい。夜を過ごしましょうね。私の配信を皆さん見てくれて本当にありがとうございました。わー、
ゲストお楽しみに。延長？延長？延長？お風呂配信楽しみにしてるんだけど。あー、のぼせちゃったー。明日はツイッターチェックよろです。チェックよろですよ。寝るの早くないですか？明日3時半起きなんです。体操服グラビア配信いつですか？キャー、いつ見たいですか？水曜日のダウンタウンは TVer で見ますか？もうめちゃめちゃ面白い。みんなさ、ハテナマークでさ聞いてくるのめっちゃ面白い。見ます。頑張るね。3時半そうだね。漁港に行けば私に会えると思う。絶対会えるよ。100会えるよ。それか新聞配達してっから。新聞配達してっから、みんなのお家にもチャリバックこぎで行くぜ。スクビーズグラビア配信はにゃはにゃ。そういうの好きなタイプなんだ。みんなに壁がバレた、ね、今みんなに壁がバレたよ。じゃあ壇上の方をお呼びいたしましょうね。皆さんいい子に寝ましょう。おやすみなさーい。39位から伊藤博士、小型ペンギンさん、パロプンテさん、マシャさん、カズさん、一光さん、メロンパンさん、ロックオンさん、そんなことないよさん、ゴロウゴロウさん、ダンキウノンさん、タカユウさん、ポムさん、チューチューさん、ユウヤさん、ヤーくん、カンちゃんさん、トウヤさん、ミワさん、ひまわり29さん、修理屋さん、ナベさん、キヨニ、ハンガーダンさん、ココフォルさん、ブンちゃん、ストーチのおひさまさん、サバトラネコさん、渡辺さん、野口さん、鍋鍋所長、人生方向おじさん、おばなかな、おばかなこさん、ぼやあ、そして本日の秋元先生役はぼやっきー先生です。ありがとうございます。角さん、ジョナロゴさん、ありがとうございました。そして本日のメレンチェンジ第3位、ヒデキンガーさんでした。ありがとう、ヒデキンガーさん。そして第2位はりょうじいさんでした。りょうじいさんもありがとう。そして第1位はのりみおさんでした。11月頑張ったわ。ありがとうね。12月もこの調子で頑張ろうな。ありがとう。ありがとうございました。じゃあ皆さん、また明日生きて帰れるように頑張るので、頑張りましょうね。明日も一緒に頑張りましょう。私も頑張ってるって思ったらみんなも頑張れますよね。ありがとう、ありがとうございました。健やかに健やかに。じゃあね、おやすみなさーい。おやすみなさーい。じゃあね。あ、6日も連続で見てくれてありがとう。生きよう、頑張って生きような。じゃあね、バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。11月ありがとうございました。12月もよろしくね。